こんばんは、スタジオリバーサイドへようこそ。ギター室シンガーソングライターの竹下敦です。11月1日大人クラブの時間でございます。今日の話はですね、人には親切にしようっていう話です。普段ね、あんまりこう親切じゃないキャラな私ですけど、今日、ちょうど渋谷ギターショーってね、こうベーシャー生集まって、こう生も持ってたわけじゃないですよ。ケースに入れて、移動でこう仕事で行ってたんですけど、ちょうどね、外国の方がね、いらしたんですよ。はい。で、渋谷の街でもすっごい嬉しそうに、もう、カップルがね、写真をこう彼女の写真、彼女がこう渋谷のバックで撮って、彼氏が撮ってってやってたんですよ。それ見てて、あ、2人のツーショットが欲しいだろうなと思って、で、まあ写真撮ってあげるよって言って、たら本当にってすごいびっくりして、本当にって言って、ニコニコでスマホ渡して、で、ここパシカシッ撮ってあげたんですよ。そしたらもうすっごい嬉しそうに、で、エンジョイって言って、まあ、ただそれだけのやりとりですよね。で、なんでそういうことするかっていうと、自分が外国に行った時にね、やっぱりね、死にそうになるんですよ。思ったのは、アメリカ人、アメリカに行った時はとにかく友達を作れ。友達がいると死ぬ。これはね、僕ね、カルフォルニアに行った時ですね。カルフォルニアに行った時に、夜着いたんですよ、カルフォルニアに。で、僕の中でのイメージね、カルフォルニア、めちゃめちゃ暑いイメージだったんですよ。で、着いたら、いや、結構寒いじゃんと思って、肌寒いなと思いながらホテルにチェックインしようと思って、今チェックインしたんですね。で、したら、歯磨こうと思ったら歯ブラシがないんですよ。で、歯ブラシがないなと思って。で、ホテルのフロントに電話して、歯ブラシって言ったら、歯ブラシって言われて、何それみたいな感じなんですよ。で、と思って。で、翌日、起きたら、もう太陽がこの辺。この辺に太陽がある感じなんですよ。怖ーと思って、やばいと思って、で、まあ、仕事で行ったんですね。で、お昼になって、まあ、ご飯食べる時になって、ね、と、ケータリングみたいなこうトラックがーって来るんですよ。でっかい。で、飲み物とか、で、ハンバーガーとか、しかもハンバーガーしかないですよね。食べて、で、よし。まあこれでなんとか OK と思って。で、一番感想だったのはフィンランド人。フィンランドの人ってそんなにこう太陽光線に慣れてないんで、もうね、なんか本気でね、もう痛いのと眩しいらしいんですよ。でもサングラス冗談じゃなくて二重にかけて、もう日陰を探してこうやってやって、もう、俺死ぬかもしんないって言ってて。かわいそうと思って。で、ふんふんと思って、いや、一応東洋人でよかったと思って。で、昼過ぎて、喉渇いたなと思って、飲み物買いに行こうと思って。行ったらケータリングいないんですよ。え?と思って。いないよと思って。したら、友達のアメリカ人がね、いや、あれ昼だけ来るから飲み物ないよって言われて。もう死んじゃうじゃんと思って。だからね、これなんで、もうね、なんだろう。巨大なマーシャルぐらいかな。の、バスユニットぐらい、ユニットバスぐらいの、中に飲み物が入ってるんですよ。でも飲めよって言うんですよ。はぁ、友達いてよかったと思ったんですよね。俺ね、友達いなかったら死んでましたね。
もうそれぐらい太陽が近い。もうそれぐらい近いんですよ。でね、アメリカは友達がいないと死ぬと思いました。本当に。本当にね、助けられましたね。で、夕暮れ時になってね、夜になったら絶対ね、ホテルから出るなよって言われたんですよ。で、なんか用事があったら連絡しろと。車で行くからって言われて。え、そうなんだと思って。で、夜、ホーってやったら、パン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 って言うんですよ。と思って、何と思ってホテルから交わしたら、もう銃撃戦なんです。パン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 って。撃ち合ってるよと思って。と思って、うわーなんか パトカーみたいなのが来て、パン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 ってやってるんですよ。うわ、これ、こんなの、昼間のあの平和な感じと全然違うと思って。うわ、怖ーと思って。で、夜、外出していけばダメっていう意味が分かったんですよね。で、歯ブラシの話に戻るんですけど、で翌日、日本人の先輩に、歯ブラシないっすよ、っつったら、ないよ、持ってこいっつっただろって言われて、でいやー、歯見分けないっすよ、って言ったら、しょうがねえな、っつって、昼にまあ、スーパーマーケットみたいなとこ行くんですけど、ないっすね、歯ブラシが。アメリカ人って歯磨かないのと思って。で、しょうがないから、食器用のブラシを買って、それを現場で切って、ガーガーって、で、歯磨いて、でね、これ文化の違いだなと思ったんですけど、別に、だからってアメリカ人が口臭いわけじゃないですけどね、歯磨かないみたいですね。あんまり。まあ、一部のね、まあ、いろいろ層があるじゃないですか。一般人には歯磨くってことしないみたいですね。日本人はね、よくフィンランド人は歯がどうのこうのって言うじゃないですか。でもフィンランド人が歯磨いてるとか見たことないですね。日本人ぐらいですよ。あんな歯ガー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 磨いてんの。で、で、その後、ヨーロッパに行ったんですけど、ヨーロッパでは、何か取り柄がないと生きていけない。もうね、なんだろう、まあ、ツアーとかね、こう、旗持ってこうやって行くんだといいんですけど、僕は、先輩にアパートメントを借りてもらって、で、ドイツとスロバキアと回ったんですけど、たまたまっていうかね、ドイツ人の友達と、ドイツ人の友達がでも一番かな。あ、でもアメリカ人の友達もいたけど、ドイツ人の友達が、とにかく、面倒見てやるからって言われて、で、っつって、でね、何でしょう、その英語話せるか話せないかとかいう話よく出てくると思うんですけど、ね、極論で全員英語って、俺の英語って変だなと思いながら喋ってるんですよ。今日いた渋谷でね、会ったカナダ人だったかな。僕たちの英語通じたって聞かれたんですよ。それは通じますよ。簡単な会話だから。でもね、自分でなまってると思ってるんですよね。で、イギリス人はどう思ってるかっていうと、日本でいう NHK のアナウンサーが喋ってるみたいに感じるんです。自分たちが喋ってること。イギリス人同士だと別にいいんですけどね。から国際的な場に出ると、妙にイギリス人だけ気取ってるみたいに見えて、なんか俺気取ってるみたいな感じに聞こえないみたいになるんですけど、でも、英語と米語って違うんですよね、やっぱり。例えば、ask とかって、なんだろう。イギリス人は割と ask って言うんですね。で、アメリカ人はあんまり ask って言わないんですよね、なんか。で、その辺でなんかこう癖みたいな。で、じゃんとか言うの、
あるじゃないですか。で、日本語でもこう言葉全然違うじゃないですか。あのこんな長っぽい国なんで。で、じゃあ僕の日本語が正しいかっていうと全然正しくないですよ。あの正しい日本語って学ばないと日本語習得できないですよ。はい、これ本当の話で、あのまあこれで差別される方いらっしゃったらそれはそうでしょうがないですけど、僕は国籍は日本人ですけど、純粋な日本人ではないです。はい、あの先祖はですねユダヤ人なんですよね。あの今ね、よく YouTube の宣伝でもやってると思うんですけど、簡単に DNA キットで調べられるんです。はい、あの自分が純粋な日本人だと思ったらあなた大間違いですよ。はい、純粋な日本人なんてほとんどいません、極論から言うと。はい、国籍が日本なだけで、例えば僕はね自分でねモンゴル系だと思ってたんですよね。でも顔もそういう感じでしょ。なんですけど DNA 鑑定の結果ユダヤ系日本人だったんです。かなりユダヤの血が濃いんですよね。で、なんでそういうことでね、もし差別する方がいらっしゃったら、そのご自由に、はい、なんですが、例えばね韓国人とか中国人を差別するどうのこうのっていうのを、その気持ちはわかるんですけど、国単位で考えちゃうとそりゃいろいろあるですよ。ありますけど個で考えた方がいいですよ、物事って。個対個、個対個。例えばバンドっていうものを俺たち一生懸命一緒にやっていこうぜなんてすぐに崩れますから例えばね、例えばガールズバンドとかで、私たち、もうこれで頑張ってこうねとか言って、次の日に、ごめん、私、彼氏できちゃったって、終了みたいなのって当たり前です。で、バンドとかって、必ず出てくるのが、やってるうちにその実力差っていうのが出てくるんですよね。足を引っ張るやつが出てくる。うん、で、これをどう見るかっていう問題なんですけど、結果下手くそなやつはクビにした方がいいです。はい、っていうことになっちゃうんです。これプロの世界だとね、なんだろう、バンドをそれでいやいややっててもみんなが嫌な思いするだけなんですよ。なんでそのまず自分ありきなんですよ。まず自分ありきで、そうすると結局そこで落ちこぼれちゃった子がね、じゃあ辞めるかって言ったらそのレベルでまたバンド組めばいいんですよ。別にそれで下手だからダメだってこと全然ないっすもん。下手だって楽しければいいじゃないですか。別にみんながプロにならなきゃいけないわけじゃないですから。だって僕別にそんなにギター上手いわけじゃないけど、プロとしてやっていけてるのは、もうはっきりトイレ掃除と現場なんとかする能力です。はい、現場をなんとかします。はい、例えばですね、まあふてくされちゃったアイドルちゃんね、がもうもう女の子がふてくされるとどうにもなんないでしょ。そういうのをまあ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 みたいなのがうまいんで、バックでつっちゃ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 ってやってられるんだって、なんだろう、まず女子に恋愛感情ないっすね。うん、ない。ちょっとでもね、恋愛感情があると、やっぱりそのもめ事の原因になるんで、もうこの年でして、女子に恋愛感情がないんで、なんだろう、割と女性目線に立てる。うん。女の子、ね、いろいろ、こう、月の中でいろいろあるサイクルがあるじゃないですか。ああ、もうそういう日なんだなと思って、ね。実は男性もこれあるんですけどね。あるんですけど、年取ってくるとだんだんなくなってくるんですね。そういうもんなんだと思って付き合うって話。はい。で、今日のお話はね、
とにかく人には親切にしましょうという話です。だって自分は相当助けられて生きてるんだっていうことをね、認識した方がいいですよ。例えばね、僕が落とした財布出てきたわけじゃないですか。まあ、中身はね、お金は抜き取られちゃいましたけど、大事なのは財布であって、お金はまた稼げばいいけど、財布は返ってこないですかね、大事な。プレゼントされた。それが大事なんだって、それを返してくれたことでやっぱ嬉しかった。親切にね。なんで、できるだけ人には親切にするってことですね。はい、ということで、はい、たまにいい人を打ってみました。はい、11月になりましたんで、皆さんね、だんだん寒くなってくるんで、風邪やらぬひかないように、うがい手洗い徹底しましょう。それではギター室でシンガーソングライターの竹下敦彦をお送りいたしました。See you next time です。